東金のメタルコンポジットインダクタメットコムは、車載用途や民生用途などに対応した複数のシリーズをラインナップしています。ここでは車載用途向けとして、車載用電子部品の信頼性規格 AEC-Q200 に準拠した MPX-V シリーズと、その耐熱性を向上させた MPE-V シリーズをご紹介します。メタルコンポジットインダクタメットコムの特徴は大きく分けて3つあります。1つ目は小型・高特性であるということ。従来品のフェライト組み立てタイプと比較すると、内部構造にクリアランスがないため、高密度設計、低直流抵抗、お隣低減が可能となっています。2つ目は漏れ時速が小さいということ。こちらも構造上クリアランスがないコンポジットタイプであるため、時速の漏れを小さく抑え込むことができます。このため近傍の半導体やインダクタへの影響を小さくすることができます。3つ目は優れた電流特性を有していること。これはフェライトタイプとメタルコンポジットタイプの電流特性を比較したグラフです。メタルコンポジットタイプは飽和時速密度が高く、温度特性の良好な金属磁性材料の採用により、大電流回路にも対応可能です。また高温下でもインダクタンスの変化が小さく、幅広い環境に安定して使用することもできます。車載用途向けである MPX-V シリーズは、サイズは5ミリ角から22ミリ角、製品高さは 1.8 ミリから13ミリまでラインナップしており、シリーズトータルで213品目と豊富なサイズバリエーションを持っています。また使用温度範囲はマイナス55度からプラス155度と広範囲になっており、さまざまな用途に使用が可能です。 MPE-V シリーズはMPX-V シリーズの耐熱性を向上させ、マイナス55度からプラス180度の使用温度範囲を実現、さらなる高温環境での使用を可能にしました。サイズのラインナップは、外径6ミリ角、高さ3ミリが13品名、外径10ミリ角、高さ4ミリが11品名のバリエーションがあります。電気特性面から見て、MPX-V シリーズのインダクタンス値は 0.1 マイクロヘンリーから100マイクロヘンリー、定格電流値は2アンペアから90アンペアと、広い範囲から選定が可能となっています。また、MPE-V シリーズのインダクタンス値は 0.47 マイクロヘンリーから47マイクロヘンリー、定格電流値は2.7 アンペアから 26.4 アンペアの範囲のラインナップとなっています。用途としては、どちらのシリーズも LED ヘッドライト、メータクラスタパネル、電動ウォーターポンプ、電動オイルポンプ、電動パワーステアリングなどの各種 ECU に使用可能です。近年、環境対応車の燃費改善や環境規制への対応を背景に、自動車の電動化が進み、車載 ECU の数や規模が増大しています。また ECU のエンジン周辺への搭載や機電一体化も進んでおり、 ECU に搭載されるインダクタには高温環境と大電流化の対応が求められています。特に MPE-V シリーズは、このような高温環境での使用が想定されるモジュールに最適なインダクタです。東金のメタルコンポジットインダクタメットコムは、お客様の多様な設計ニーズにお応えしていきます。メットコム MPX-V シリーズと MPE-V シリーズのさらなる詳細につきましては、当社ホームページでご確認いただけます。